どこ行けば、ここ？ここか。よくわかんねえな。さっきの何だったの？謎な音が聞こえたんだが。そうそう、謎の音がなんか移動してる感じだったんだ。なんか普通なんかそのエリアに入ったらなんか曲が変わるんだ。その音はなんか移動してるんだ。俺もよくわかんねえ。俺もよくわかんねえな。どういった状況なのかな。何がどうなってんの？ここまでいけそうな感じがするな。この感じだと。加速するのは速いけどあれかな。なんかこいつは最高速度がなんかそんな高くねえんだろうな。いや曲がりやすいからまあ使いやすいかもしれない。トロフィーベース全部折らせてから探してみてください。もしかしたらなんか見つかるかもしれないから。まだこの DD ゴングレーシングのあれなら世界には謎がいっぱいある。まだ解明されてない謎が。おい、いいですね。クリスマス気分だ。全部乗るだけ本当に気持ちいいな。ダッシュしまくれるんだよ。あ、右側ってその差ついてないな、見るとなんか右下のやつ。だんだん速くなってきてる？もしかして。追われるってのはプレッシャーなんだな。追うのは追うで楽しいけど、今度それはあれだな。1位になったらそれを守らなきゃいけないというプレッシャーがなかなか恐ろしいですね、それは。おい、よし。このパンダちゃんがあれか。スノーコースター、あれが酔っ払うところが。俺の気が狂ってしまった。ディディ。なんだお前は。俺をどうするつもりなんだお前は。完全にクリスマスの曲じゃん。おい、取るなよ。お前取るなっつってんだろ。だがそうはいかん。一応譲らんぞ。俺がもらっていく。一応かっさらっていく。今なんかね、もしか狙われてたよ。よくわかんないけど。おい、でも結構速度上げったよな。それでもいけないパターンか。抜かされた。あ、ここあれだ、ちょっと危ねえな。ここだ下手したら結構危ないかもしれない。ドラゴンがいるゾーンあたりがちょっと怖いな。あそこら辺からだんだんちょっと厳しくなってくるんじゃないかな。知らんけど。おお、すげえ。今のすげえな。からのさらにだいぶ差つけたここで。そうでもない。ここ失敗すると終わる可能性がある。本来あんま言っちゃいけないのかもしれない。あそこだけ緊張感がある。さあ俺はどうすればいいんだこれから。これを超えた先に何があるというんだよ。おおすげえな。暴れすぎだろ。暴れ馬がな。馬俺の馬はどこにいるんだよって教えてくれ。私の愛しの馬はどこにいるの？お馬ちゃんは。これはこっち、ここでこっち行くのまずかったかもな。これ失敗する可能性が。危ねえ。右だな、マランド。いやーこれ左の正解だろ。これ俺がもしかして押したんじゃねえか。そういうことになってる。全然取れない。あ、取れなかった。これ今潰し、めっちゃ潰されてんじゃん。雪だるまで潰されてる。俺も雪だるま見ると思い出を、昔の思い出を思い出すよ。あ、ごめんね、ビスちゃん。いや、笑ったぞ、あいつ。俺に殴られて笑っている。やばい、あいつ危ねえやつだ。とんでもねえやろ。8位って。マジでどんだけあなた方早いの。あー、なんてことはこれに。お前ら早いな、急に。なんでその急に速くなったの。全然取れねえぞ。ダッシュ取らないと多分話にならない。あ、まずいね。惜しいぞ。これは逆転しなきゃいけないんだから。よし、おっ、あ、危ねえ。あそこでぶつかるかと思った。よし、ゲットレディ。取れやすい。いい、すごい飛んでる。すごい飛んでるぞ。そうだね。てれてれて。おお。コースによってあれだよな。敵がなんか異常に速い時あるよな。マリオカードで待ってるけどさ。特にスーハミとかそれがあれだったね。顕著だった気がする。やったら敵がなんか遅いとか遅いから遅いんだ。すっげえ、とんでもなくいったぞ今。とんでもねえジャンプ力だ。あとカッターだ。知らねえけど。おお、ネズミちゃん使いやすい。やたらと。なんだあれ。いや、めっちゃ差つけてんじゃねえ、もしかしたら。お、もしかしたら俺が抜かせるかもしれんな、前のビールのやつを。それはないからじゃない。お、いたし、いたぞ今。よし、それでいいんだ。もうこれ飛ばしてくれ。またこのトロフィー。せめてあのボスのあれの形にしてくれ。でもここだったらトトとかさ。